放送をご覧の皆様、こんにちは。フロムソフトウェアの北尾です。本来であれば、実際に現地に行って、イベントに参加したかったんですけれども、こういう状況下なので、この東京のフロムソフトウェアのオフィスからお話しさせていただきます。で、せっかくの機会なので、ユーザーの皆さん、コミュニティの皆さんにご挨拶をさせていただきます。エルデンリングっていうタイトルは、ダークソウルシリーズの王道進化タイトルとして、もっともっとスケールのある世界、スケールのあるゲームにしようということで始まったタイトルです。で、我々がこれまで作ってきたダークソウルシリーズはもちろんですが、それ以外のタイトルも含めて、これまでの開発経験、ノウハウ、もちろんユーザーの皆さんからのフィードバックですよね。さまざまな。そういったものを存分に活かした上で、さらにいろいろなさまざまなチャレンジをして作ってきたタイトルです。なので、ダークソウルシリーズはもちろん、ブラッドボーンもそうですし、セキロ、あるいはデラシネ、もちろんデモンズソウルもそうですね。そういったタイトルをプレイして、支えてきてくださったユーザーさんがいたからこそできたゲームかなと思っています。なので本当にありがとうございます。で、やっぱりそのスケールが大きいタイトルなので、開発期間も我々にとってはすごく長いものになったんですが、当然大変な時期とかもあったりはするんですけれども、すごくこう世界中のユーザーの皆さんがですね、本当に様々な形で注目してくださったり、話題に挙げてくださったりしていて、あるいは何でしょうね、こう素敵なファンアートをアップしてくださる方がいれば、すごくかっこいいコスプレをしてくださる方もいたりとか、本当にこう様々な形でこのタイトルに注目してくださって、期待してくださる方々っていうのがたくさんいてですね、そのおかげで本当にこう開発チームの元気になりましたし、最後まで面白い価値のあるゲームを作ろうとモチベーション高く続けることができました。本当にすごくいろんな形で盛り上げてくださいましてありがとうございます。で、ちょっと長くなってきたんでこの辺で締めますが、エルデンリングは来週ですね、2月25日にいよいよ発売になります。で、なんでしょうね、こう、プレイしてくださったユーザーさんにとって、そのプレイの時間が何かちょっとでもこう、価値のある時間になったと感じてもらえたら、我々フロムソフトウェアとしてはですね、それ以上に幸せなことはないです。なので、ぜひこの、脅威と謎と出会いとドラマに満ちた狭間の地という世界にですね、気軽に飛び込んで冒険を楽しんでいただけたらなと思っています。はい。あとはそうですね、まだまだ世界中がすごく大変な状況ですので、皆さんも本当に健康にお過ごしください。はい、以上です。この後もぜひ放送をお楽しみください。ありがとうございました。